はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、久しぶりにネルドリップをしたいなと思ってこちらを買ったんでね、ご紹介していきたいと思います。はい、こちらハリオのドリップポット、ウッドネックってやつですね。サーバーとセットになってるやつです。まあ、ネルドリップに関しては今まで結構動画も作ってるし、ちょっと特別感はね薄れてきたかなとも思うんですけれども、まあそれでもやっぱりね、僕は、これまで紹介してきたたくさんのコーヒー器具、まあその中で一番ネルドリップが美味しいとは思ってるんですよ。まあこれまでね、散々のペーパードリップだったり、サイフォンだったり、フレンチプレスだったり、アメリカンプレスだったり、まあほんといろんなものを紹介してきましたけれども、あとね、この金属ドリッパーだとか、まあやっぱね、ネルがね一番こうまろやかなんだよね。すごく飲みやすくて柔らかくて、それでいてコクがあって、まあ、最高のコーヒーなんですよ。でまあこれに近いのがこのマックマのカフェメタルだったり、フレンチプレスだったり、あとはまあネルフィルターの、サイフォンとかね、まあそういったもの、コーヒーのオイルを通す、フィルターを使っているものなんですけれども、まあやっぱり繊細さで言ったら俺はやっぱネルドリップが一番いいんじゃないかなと思ってるんですよ。ステンレスフィルターとあとフレンチプレスとかは、まあ結構油分をダイレクトに出すんだよね。そこまで粒子が細かいってわけじゃない。ネルはすごくきめ細かくて、あのネルのなんだろう、あの特有のあのね、まろやかさがちょっと違うんですよ。こっちの金属フィルターはちょっと強いんだよね。よく言えば重たく、それだけコク深い、あの飲み応えのあるコーヒーが飲めるんだけど、繊細さで言うとやっぱりネルの勝ち。サイフォンもやっぱり温度調整難しいし、ドリップやっぱ一番さ、手慣れた一番自分が普段やってるペーパードリップと同じ形でできる、ネルがやっぱね調整もしやすいし、すごく楽しいです。でまあ今までね、ネルのセットは持っていたんだけど、こういう、ポットがついてるタイプを買ったのは初めてですね。早速開けていきましょう。よいしょ。まあ、だいたいこのコーヒーグッズってさ、基本こういうなんかプラスチックのちょっと安っちい感じのねスプーンついてるよね。おーおー、いいじゃん。あ、めっちゃ高級感あるぞ。はい、じゃじゃーん。こちらが、ハリオのネルドリップ用のウッドネックの、ポットでございます。なんかちょっとサーバーって感じではないですね。ほんとポットって感じ、デカンタって感じかな。あのメモリとかもついてないし、あ、だ、そっか、あ、そっか、メモリついてないんだこれ。ってことは、先にあらかじめ水とか入れて測って点を打つとか、そういった感じである程度決めておくのが必要ですね。なるほどね。はい、シールは剥がしやすいです。よいしょ。なんかケメックスのあれともちょっと似てるね。うん、てか、あ、ちょっと待って、あ、そうだ。ポットは本体じゃない。こっちこっち。ネルドリッパー。あ、これですね。ハリオのやつ。これが本体ですよ。はい。じゃじゃーん。はい。これが、めちゃめちゃコーヒーを美味しく入れてくれる、アイテム。ネルドリッパーです。でここまでこのネルドリッパーを押しておいて、なんで今まで僕があんまり動画で使ってこなかったかっていうと、まあ多分あの生放送とかね、あのちょいちょい見てる人は分かってると思うんですけど、ネルフィルターってちょっとめんどくさいんですよ。使い始めるまでと、あと使った後、あ、保存しておく、保管しておくのもちょっと手間でね。まあでもやり始めたらね、そうでもないんだよね。やり出すまでかな。とりあえず僕の感覚としてはちょっとやっぱりトータルで少しちょっと手間がかかるから、踏み切ったら勝ち。とりあえずよし、ネル使うかと思って準備をして、で、まあ、入れてさ、美味しいコーヒー、めっちゃ美味しいの入るから、うまって感動して、もうその勢いで、あ、もう明日もこのネルで美味しいコーヒー俺入れるんだって、こうワクワクしながら、こう楽しみながらねやっていくと、すごい楽しくできるから、だけは勢いで買いました。皆さんもあのもしよろしければね、こちらネル、まあ、今からやりますけれども、すごく美味しく入るし、やり始めたらそこまでの手間でもないんで、あの、もしよかったら気軽に手出してみてください。はい、合体させてみると、こんな感じです。かっこいいな。で、サイズがね、いくつかあるんですけれども、これは1杯から2杯取り用です。ってことは、まあ、250から 300ml くらい測れればいいのかな。さあ、どんな感じでございましょう。ちょっと入れすぎちゃった。はい、今、だいたい今130なんですけれども、特に目印はない。あ、あった、ワンカップって書いてある。これ130かな。あ、130っぽいな。はい、今120にしてみましたけれども、あー、ちょっ
ちょっと微妙なところですね。120から130、まあ、見方によるかな、うん。メスシリンダーの読み方ですね。小学校の時に習ったやつ。だと、まあ、130の方が近いのかな。1杯分 130ml のメモリは一応あります。じゃあ続いて。今倍の260。ああ、これはメモリないね。ここの境目まで注いでみるとどうなんだろう。ああ、300だね。ここの境目まで行くと、ちょうど300なんだ。なんか微妙やな。130と、300は測れます。まあそうだね。でも300。300以上は無理かな。300は限界かな。このちっちゃいね、1杯から2杯同量のドリッパーで言うと、多分まあ300くらいが限度かなとは思います。そうか。まあ贅沢言うと、まあ200とか250、ちょっと中間のメモリが欲しかったかな。まあでもまあさっきまでメモリなかったと思ってたから、まあ点打たなくてよくなっただけ、まあいいか。てか、じゃあ必要になったら点打てばいいんだ。で、ちなみにネルは内側が肝っぽいですね。外側が、ザラザラ、内側がモコモコって感じです。まあどっち使ってもいいでしょう。これこうやって使ってもいいだろうし、まあそこは好みだと思います。あえて言うならこのモコモコが内側になってると若干目詰まりを起こしやすいですね。ちょっと寿命が短くなるかなと思います。とりあえず今日は内側肝でやっていきます。さあ、じゃあ今日はね、こちら、ガテマラのフレンチ用意しております。めっちゃ美味しいコク深い豆です。これをね、ネルフィルターで入れることによって適度に油分が落ちてまろやかにコク深く飲めるわけです。絶対うめえんだよ。まあやっぱそうだね、ネルフィルターは深入りがすごく合うと思います。まあ深入りの方は油分が出ているのでそれをダイレクトに落とすっていう意味じゃネルフィルターを使うならまあ深入りがいいのかな。もちろんアサリでも美味しいですけどね。はい、じゃあ開けていきましょう。最高の香り。はい、これがガテマラの、深入りの豆でございます。油分が若干染み出してこうテラテラしてるの分かりますかね。これが僕的にあのネルにね、一番合う豆かなと思います。で、ここで重要になってくるのがやっぱり鮮度ですね。やっぱり油分があの酸化している、あの悪くなっている豆だと油分の意味がないからね。とにかく新しい豆、やっぱりいつも言っているように引き立ての新しい焼きたての豆ですね。新しくて美味しい豆の油分を落としてあげることでもうとことんね、美味しいドリップコーヒーができます。でもなんでこんだけ言うかってさ、あの実は失敗例もあって、俺フレンチプレスとかネルで、あの古い豆、ちょっと古くなっちゃった豆入れたことも実はあるんですよ。昔ね、コーヒー始めたばかりの頃にもったいねえなと思って、あの古くなったやつ使ってみたら、まあまあちょっとペーパーはあのある程度油分を吸ってくれるんですよ。で、すっきりした味わいにしてくれるんですよね。だけどあのネルはそんだけもうダイレクトにコーヒーの油分とかいろんなものを出してしまうから、あの豆がまずいと本当まずいコーヒーしか入らないので、ここマジでね注意が必要です。あんまりこう悪い油分とかお腹に入れちゃうと下す人もいるしね。さあ、それではじゃあ前置きが長くなりましたが、コーヒー入れていきましょう。このハリオのドリップポットウッドネックを使って、はい、ネルドリップしていきます。はい、それではまずネルをシャフト消毒していきましょう。これね、結構ネル臭い、布臭いんで、まずお湯で一旦ね、濃く臭さを取ることで美味しいクリアなコーヒーを入れてあげます。はい、まあ、適当にお湯を沸かして、で、まあ、この時にね、これですね、僕は、前日入れたコーヒーのペーパードリップの粉、ペーパードリップと言わなくていいや、普通になんかのコーヒーの粉をちょっと取っておいて、はい、1スプーン、まあ、2スプーンくらい、まあ、適当でいいですけど、こうすると、まあ、コーヒーの油分とかね、ある程度ネルに馴染むんで、まあ、元々これコーヒー由来ですからね。僕はこうしていますね。で、ちなみにこういうコーヒーの粉ね、取っておくなら、てか乾燥させておく、よくあるじゃないですか、リサイクル、コーヒーの粉を匂い消しにしたりだとか、いろんな、まあ、リサイクル方法あると思うんですけど、そういう時に僕はこのバネットを使ってます。バネットだと、だから空気に触れる部分が多いんで乾きやすいです。普通の、ね、ペーパードリッパーとかだと結構壁があるんで乾きにくくて、カビたりとかするからね、怖いからね。まあ、似たので言うと、さっき話した金属フィルターとかもあるんだけど、あれはね、乾かしたりすると結構詰まっちゃうとかくっついてたりするから、洗うのがめんどくさいですね。これすごく簡単です。おすすめです。さあ、はい、お湯が沸いてまいりました。そろそろネルぶち込みますけど、暑い今真夏っすよ。7月も後半です。まあそれでもね、やっぱり美味しいコーヒーを飲みたいから、そう、美味しいコーヒーを飲むためには
暑いなんて言ってられない、手引き見れたって使うし、おいだって沸かしますよ。そりゃこれ乗り越えてこそ美味しいコーヒーが入るんだよ。まあなんてね、根性論出してもしょうがないから、そういうのね、あの大変ってみんなは、まあ俺も大変だからこれは無理しなくていいです。まあやれるときにやったらいいと思います。さあ、そしたら OK、 ネルをぶち込むぞ。いや、まあ消毒の意味があるんでね、軽く間に立つ程度で3分くらいかな。まあペーパードリップでいう湯通しですね。ペーパーに関しては、あの紙臭いもの、紙臭くないものいっぱいあるけど、ネルに関しては今のところ僕が使ってきたもんじゃ全部ネル臭いから、この作業は必須だとは思ってます。うん、はい、 OK、 いい感じで、ネルがね煮込まれて慣れてきた感じがします。そしたらこいつをながしに開けて、はい、軽くね洗ってあげます。よし、いいかな。はい、 OK、 出来上がりました。まあちょっとめんどくさいよね、それは否定しないですわだけど、まあ、その1回だけだから、最初の1回この鳴らし煮沸消毒してしまえば、その後は、コーヒー入れ終わってから粉捨てて水でジャーッと洗って、なんか器、ジップロックとかお皿とかに水張って、これをシャパシャッとつけて冷蔵庫で OK です。これ一度濡らしたら乾かすと良くないんで、濡らしたまま冷蔵庫で保管しておきます。で、毎日使うのであれば水はその度に取り替えて、で使わないのであれば2、3日に1回くらいでいいです。水を取り替えてあげましょう。で、さすがに1週間とか放置しちゃったら、まあ、また煮沸消毒はした方がいいかな。はい、それでははめていきます。よいしょ、ネルをこの金魚すくいのポイみたいなやつに通して、よいしょ、ほい、できた。最後にしっかりこの留め具だけね、留めて、よいしょ、よし、完璧。さあ、ついに準備ができました。はい、こちらネルドリッパー完成でございます。これからコーヒーを入れていきます。さっきコーヒー入れますって言ったからだいぶ30分くらい経ってるけどね、まあ、これ最初手間ですわ。でもそんだけの味わいが待ってるからね。ごめん、くどいね。はい、わかったわかった、入れます、入れます、入れます。個人的にはね、粉を入れる前にちょっとお湯をかけてあげるのが好きです。ペーパードリップとは違ってね、若干あの布が厚いから冷たい水がね張ってるとコーヒーに影響も及ぼしそうだし、一緒にサーバーも温めます。よし、 OK、
はい、というわけで入れ終わりました。こちら、ネルドリップで入れたコーヒーでございます。あー、めっちゃいい香りもうね、入れてる段階からもうごちそうさまですって感じですよめっちゃうまそうだったでしょ。今日はとりあえず容量いっぱい 300ml 入れました。まあ、いっぱい取りの方が若干、繊細に入れられるかなとは思うので、まあ人の好みによってはそうした方がいいでしょうね。ただ豆の量を多く使った方が入れやすいのは事実です。コーヒーのドームをね、すごい安定させやすいんですよ。よし、じゃあいただきますかね。ネルドリップで入れたガテマラ深入りでございます。油分がね、金属フィルターほどテラテラしてるわけじゃないんだけど、なんかね、やっぱ若干こうコーヒーが輝いている気がする。いただきます。まろやか。うまっ、うまっ、こりゃうまい。よくさ、マイルドでコクがあってって言うじゃないですか。もうまさにあれですよ。本当にうまいのもう代名詞ですよね。うまくないわけがない。めっちゃ味わい的にもすごくクリアで、で油分がなんていうか、味全体をコーティングしてくれる感じっていうのか、苦味込み、なんかいろんなものを全てをこう合わせてマイルドに仕上げてくれてるから、舌にすごく馴染みやすいんですよね。飲みやすい。ステンレスフィルターとかよりすごく、ちょっと繊細ですね。で、あと、油分の出し方としては、ネルフィルター、僕湯をかけましたけど、かけずに、なるべくちょっとギュッと絞って、そこにコーヒーの粉を入れて抽出を始めれば、コーヒーの油分が先にね、ある程度染み渡るから、余計ちょっと出やすいのかなとも思います。あとは点滴ドリップとか、いろんなやり方はネルあるんですけれども、とりあえずね、今回普通にペーパードリップと同じようにドリップはしてみました。で、このハリオのポットに関しても、やっぱこれね、あるといいっすね。僕今までネルフィルターで入れるときに、こう手で持ったりだとか、あとは無理やりね、他のサーバーにいいよっと、はい、これね、固定したりだとかして、やってたんですけど、やっぱ専用のこういったね、かっこいいで適したものがあると、手も開くし、見た目にもかっこいいし、すごく入れててね、楽しさが違いましたね。多分手に持った方が調整しやすいって人もいるんでしょうけど、僕の場合ね、これすごく良かった。普段ずっとペーパーでやってるからかな。しかもこれ見てよ、この謎の紐、何これ謎すぎるけどこれがいいんだよ。うまい超絶うまい。やっぱりね、ネルフィルターは豆のポテンシャルを全てこうよく出してくれるって感じのイメージですね。ペーパーは油分をある程度カットしてしまう。それはいいことなんだけどね、好みによるから。コーヒーってそういうもんじゃないですか。だけどやっぱりこのね、繊細な油分、まろやかな油分は一度ね、体験してほしい。これ絶対ね、コーヒーの見方変わりますよ。でもって基本的にはペーパードリップと一緒だから、やってることはそんな変わらないですよ。とりあえず同じようにやれば違いはわかると思います。ある程度コーヒー全体に入れることなんだけど、そんな難しくないってことですね。こんだけさ、手のこんな感じに見えても、実際やってることは普段と変わらないし、それでこんだけね、美味しいコーヒー飲めたらいいだろう。うまっ。で、とりあえずこれ片付けとしては、粉普通にゴミ箱に捨てて、ちょっとついた粉とかねを軽くさっきと同じように水で洗って、あとは、ジップロックとか、密閉容器でも空いてるやつでも何でもいいです。水張ってとりあえず冷蔵庫入れときゃいいんで、僕毎日使って2週間から3週間、長くて1ヶ月くらいかな、使えると思うんで、もしよろしければ皆さんもね、ぜひぜひ、ほんとお気軽にやってみたら楽しいから、とりあえずこの勢いのまま買ってみ絶対美味しいコーヒーが待ってると思います。で、あと言い忘れてたけど、最後に粉とか微粉が落ちてないのも、ネルフィルターの魅力の一つですね。金属フィルターは少なからず落ちるから、最後まで本当にクリアに、柔らかい、飲みやすいっていい言葉だね。何かが薄いとか軽すぎるとかそういう意味じゃなく、濃いのにちゃんと味が出てるのに飲みやすい。ああ、美味しいです。はい、というわけで今日のカズマックスのコーヒーワールドでございました。また次回お会いしましょう。じゃあね。